はい、そっか、ジョの久保です。えっ、ー、とね、本をたくさん買って何をするのかってことなんですけども、まあ、一番の目的は本を重ねて枕にするってことなんですけども <laughs>、まあ、それは冗談さておいてですね、私、本一冊買うと、えー、当時、サイトの量産をしてた頃って、本をね、たくさん買ったんですよ。どのように使うかというと、一冊本を買ってくると、だいたい250ページ前後あるんですよね。1ページ目をパッと開いて、1ページ読むんですよ。読んで、パタッと閉じて、まだ印象のあるうちにその本に書かれたことを、 まとめてサイトに書くというそれで1サイト完成なんですよだから即アウトプットするんですよねだから本を買うと1つネタができるんですよで私の場合は200数ページある本だったら200サイトぐらい作れるんですよだから10冊買ってきたらおっ2000サイトできるなみたいな感じですよねまさにねネタなんですよ アウトトプットするためにインプットすするんですよねインプットっていうのはアウトプットを出口として完成するんですよ。だから読んだだけでは全然ダメで読んだら少なくともこんなことが書いてあってよっていう人に話すとかね。 本を読んでそれが朝礼で話すとかねこういうふうにどっかにアウトプットするってことで完成してるんですよで私の Facebook の記事も大体どっかで受けたインスピレーションとかどっかで受けた衝動をですね書いていくって形になります私の発信として書いてるんですよ、まあ、ですから多くの方から見ると私が考えて書いてるように当時は見えてたと思うんですよね まあその繰り返しなんですよ。自分の思考を作るってことは。で、前もお話しましたけども、知識っていうのは自分の頭に入れた時に起きるんですよね。でも、知恵っていうのは自分の頭から外に出した時なんですよ。そして私、好きな言葉があるんですけども、人はあ誰かにね、あの与えられたことによって生きていると。でも、死後に残るのは自分が誰かに与えたものだっていうにね、そのすごくいい言葉だなと思うんで、私もそのアウトプットをいくらするかによって、私が死んだ後も、 私の精神が生きていくっていうかね、えー、そういったものがずっと永遠に続いていくんじゃないかなみたいなことを考えながらやってます。まあ、ちょっと話戻しますけども、本を買うってことは、情報をインプットするってことは、アウトプットをしなければ、インプットしたことすら無駄になるんですよ。はっきり言って本当に無駄ですよ。インプットするだけだったら無駄です。じゃあ、例えば皆さんね、一生懸命働いてお金をインプットするじゃないですか。お金貯まりました。一切使わずに人生終わりました。どうですかね。一円も使わずに何も買わずに、 お金だけ稼いで終わりまましたちょっとと変じゃないかと思いか思すよねで知識も知恵も同じなんですよ。いろんな経験とか情報とかあ人との関わりっていうのはそれを発揮した時なんですよ全ては輝くのはね。うん、ですから私たちが誰かにね何かを伝えようとする感謝を伝えようとするとかね何か思いを伝えようとするこれは全部インプットしたものを発揮する場所なんですよ。でそのの伝伝ええるる力力ってもががありますよね伝える力がなければ せっかく本を読んでも無駄になっちゃうんですよ。古本屋に本が溢れてるってことになります。で当然古本屋にたくさん本が溢れてるってことはその本を買った人がいるんですよ。じゃあその本を買った人ってみんなして知識すごく豊かになったのかなってことなんですよね。さあ今日の動画のまとめになりますけどもちょっと本を読むってことについてお話ししましたけどもね。あの人っていうのはは基本的には 5歳とか10歳みたいな子供の頃よりは20歳とか30歳とか40歳みたいな知識とか経験を増し加えた時の方がいろいろとね頭がよくなってるはずなんですよ自由度も広がりますしね当然お金の使い方も分かっていると思うんでだから歳を取取れば取るほどみんなな賢くくっていくはずですよね皆さんもそう思いません自分の人生を振り返ってあの頃はバカだったなって思うことあると思うんですよ。 5歳や10歳の時よりも今の方がまだまだ賢いんじゃないかなっていうふうに自分に対して思ってますよねでも年齢を重ねれば重ねるほど本当に賢くなっていくんだったら少子高齢化時代っていうのはむちゃくちゃいい時代のはずなんですよでも少子高齢化時代に問題が山積されてもうね先が見えなくなってきていると若者の自殺率も高いといこれはどういうことかっていうと年、うん、を取れば取るほど人は愚かになっているってことだと思えるんですよね 私はそういうふうに思ってます。だから歳をとっても、愚かじゃない自分を、ものすごいスピードで作って、ものすごいスピードでアウトプットしなければいけないなと思います。要するにね、インプットだけしかしてなくって、頭がいいつもりの人がたくさんいるっていうのが、少子高齢化の正体ではないかなと思うわけなんですよね。皆様は、年齢を重ねれば重ねるほど、賢くなっているという自信がありますかそれとも、ますます愚かになってきているという、そういうふうなね、気持ちになりますかね。 賢いか愚かかっていうのは私の定義で言えばアウトプットの回数が多いか少ないかそれを受け取ってくれる人の数が多いか少ないかここに尽きるんではないかなと思っております。では以上です